それでは、本日もやってまいります。今回はね、セール戦ってことで、前回全員と話をしてきたので、ついにご飯と話をねしていきます。はい、おめえの出番だぞ、ご飯。おお、このセリフ。なに？なに？みんなびっくり。なんだと？やれるな、ご飯。僕がセルト？無茶を言うな。戦えるわけないだろう。相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。ご飯はオラたちの思ってる以上に信じらんねえような力を持ってる。精神と時の部屋の修行で眠っていた力が解放され始めたんだ。本人に聞いてみてやろうか。さっきの父さんとセルとの戦い、すごすぎてついていけねえと思ったか。思わなかった。だって二人とも思いっきり戦ってなかったんでしょ。セルは知らんが、父さんは思いっきりやってたさ。だがおめえには手を抜いてるように感じたんだろう。マジか。そうなのか、ご飯。はい。あれ、ご飯、言わない世の中取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろう。わかりました、やってみます。おお、ここで覚醒。あ、出たね、このご飯。僕がセルと戦う。おう、おお、ついにご飯。いけるか。ちょっと待って、ステータスの方を見直してきます。じゃあ早速向かいますか、セル戦。いやー、どうなの。孫悟飯、貴様が相手とはな。おー、やる気は半端ない。あれがご飯か、あのおとなしいご飯か。ピッコロさん、あのガキ、どうやってあれほどの巨大な戦闘力を。そんなバカな。孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。だがこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだったようだな。おお、ついに始まった。いきます。よし、もう攻めるしかないよね、これ。危ねえ、危ねえ。あ、食らっちまった、食らっちまったよ。やべえ。やべえ、セルの体力かかるだけんだけど。ああ、いって。よいしょ。焦こう。うっそ、弾かれた。危ねえ。うわ。よっしゃ。ここだ。焦こう。どうよ。よっしゃ、気合い入れていくか、この辺で。よし。おいしょ。何か、うわー、つえ。なんてこった。セーフでいく。よっしゃ。まさにこう。本当にハッタリではないんだが。まだやるのか、すぐ。おぉ、一発いける。あ、ダメだ、ハッタリではないぞ。よし、危ねえ、これは逃げ切るぜ。よいしょ。えーはは。どうよ。あ、やべ。よいしょ。おー、勝った。打ち勝った気がする、今のは、完全に。痛え。戦いたくないよね。こ
戦いできないようにお、勝ってるかもしれない。危ねえ。やべえ、油断してるとやられちゃう。やられてしまう。マセンコ。どうだ。おー、危ねえ。いいね、いい感じ。あー、ダメか、さすがにそれは食らわねえ。よし、これは大丈夫だな。避けられる。あ、ダメだ。食らっちまったー。ボディーブロー。危ねえ。まあ、先行。で、ちょっと近づいておくか。よいしょ。ほー。どうだ。いい感じではないか。ここだ。まあ、先行。いった。少しは本気を出している。あれ？やっぱり、無駄だよ。結構簡単に勝ってたけどね。ダメか。こいつは驚いた。ことのほかタフじゃないか。お。もうやめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。うん。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。何を言い出すかと思えば、貴様にはこの私を殺すことはできん。僕は昔から怒りでカッとなると、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算して、セルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか、私はどうしても貴様を怒らせたくなった。あ、さあどうした。痛いだろう。怒れ。嫌だろう、このまま死ぬのは。そう、俺はゴハンに加勢するぞ。待て、ピッコロ。ゴハンが怒るのを待つんだ。セルを倒すには、怒りで真の力を解放したゴハンに期待するしかねえんだ。そう、貴様は間違っている。ゴハンは貴様のように戦いは好きじゃないんだ。今ゴハンが何を思っているかわかるか。怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。ああ、忘れるな。実力はナンバーワンになっても、あいつはまだ子供だ。あ、クリリン、オラに先祖クリ。おう、ピッコロさん。50のやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前の仲間たちに相談してみることにするか。何をするつもりだ。何でもするさ。貴様が怒って真の力とやらを発揮するならな。やばい。ん？あ、お前たちを巻き込んですまない。うん、俺はセルと共に自爆する。おお、いくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になる。けっ、ああ16号な、なぜだ、なぜ爆発しない。16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してた時、博士がお前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ。はあ、物騒だったんで取り除いたって言ってた。はあ、
ああマジか。残念だったな16号。うん。今度は貴様たちの番だ。やばい。え？なんだ？あれは？なんだあれ？ああ！さあ行け、セルジュニアたちを、孫悟空たちを痛めつけてやれ。ああ、ここで出てくるんだ、セルジュニア。なるほどね。気をつけろ。恐ろしく強いぞ、こいつら。もたもたしてっとやべえぞ。マジか、やべえね。よし、ベジータトランクスを従えていきます。まふざけやがって。ジュニアぐらいはいけんじゃない。どうだろう、3対3でしょ。できればクリーミーが良かったな、一人。よし、これを1体ずつまともにね、破壊していけば問題はないはず。よいしょ、よっしゃ。どうよ、あ、やばい、結構強いぞ。やべえな、1体1体が同じレベルじゃないですか。まあ、そしたら大丈夫か。あ、ベジータと、あれだね。あ、嘘。やべ、ギャリコン。え、なんか食らってる？あ、やべ。やべ、キエンさんじゃん。いって。一体切られた。よし。元気玉からも。あれ、うまくないです。シャイニングソードあったり。他人の心配をしてる暇なんかないぞ。そうね、とりあえず一匹ずつ倒していく。よし、オッケー、一匹。あと2匹かな。よし、一匹さえ倒したいかね。あー、痛い、危ね。よし、気が足りねえ。ギャリック砲。よし、当たらなかったけど、当たらなかったけどしょうがない。いけ。よっしゃ。ここで、あー、やばい。めちゃめちゃ強いじゃないですか、セリフジュニア。なんてこった。よし。ここで一体なっといた方がいいのこれ。やべえ。あと一体いいんでしょ。超強いんだけど。あー、やべえ。お、Z コンビネーション。おー、やばい。超かっこいい気がするぞ、これ。やばい。いいねー。アイテム使えねえけど。やばいな。やべえな、これ。速攻で倒していかないと。あ、でも。うわ、危ねえ。カメハメハ。どうよ。いってー、やべえ。そんな近距離で。危ねえ。やばい。そいつはやべえ。ああ、やべえ。アイテム持ってくれよ、終わった。よし、いけいけ。ダメね。カメハメハ。よし、一体目。あと一体。うわ、危ねえ。ギリギリだね。うわ、やべ、やっちった。やっちまった。最悪。よっしゃ、もうちょい。行ったか。
やっと。よし。勝てたー。めちゃめちゃ難しい。セルジュニアやべえな、これ。よし。とりあえず勝つことはできたけど。超強い。やべえ、クリリン。あー、みんなやべえ。ヤムチャもやべえ。やめてくれって言ってるだろう。よし、セルジュニアたち、お遊びはそこまでだ。やれ、殺してしまえ。みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけどどう怒ったらその力が出せるのかわからないんだ。うまい。どうなってるんだ。さすがにこれは やばい。今のうちに引き上げよう。待て。あら、16音。引き上げる前に俺をあの子供のところに持って行ってくれ。ん？頼む。地球のためだ。冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。お、乗せたか。ミスターサタンは人間のチャンピオンなんだ。お前たち化け物どもの戦いには、もう付き合えん。よし、やってやる。ミスターサタン、やめた方がいい。殺されますぞ。やかましい。名前も知らない奴らが戦っているんだ。チャンピオンがこのまま逃げたんじゃ、いい笑いもんだぜ。近くまで持っていけばいいだけだろう。ああ、すまん。おー、男見てたね。やっぱしちょっと怖い。近くまで行ったら放り投げてくれればいい。あ、そう。行くぞ。さあ。16個。よし。いやー、セルジュニアが一番きつかった。やばいね。まさかこんなに強いとは思わなかったよ。よし。孫悟飯、正しいことのために戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやれ。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。ああ。余計なお世話だ。うわ。出来損ないめ。ああ。あ。
カバット。かっこいいね。覚醒の孫悟飯、放て親子カメハメハ。おお、ついにか。もう許さないぞ、お前たち。うわ、強っ。私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。おお、めちゃめちゃかっこよくなった。おお、スーパーサイヤ人2使用可能になりました。よし、じゃあね、ちょっとまだね、このご飯カメハメハ覚えてないですよね。修行行かないと覚えらんないんだよな。ということで、修行していきたいと思います。では、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。